ファンの寒さが吹き飛ぶ、紫輝くんの笑顔に魅了されたファンの奇跡的な日。さっき午後すまで紫輝くんゲット。奥平さんベスポジありがとう。デジタル大学の広告の前に立つファンたちの中で、小雨が降りしきる中でも寒さを感じさせない熱狂的なエネルギーが漂っていました。外気温は10度にも満たない寒冷な日でしたが、平野信雄くんの魅力に引き寄せられた大勢の人々が、その笑顔に心を打たれていました。 彼の姿は、まるで寒さを吹き飛ばすような暖かさと光を放っていたのです。さっきゴゴスまで紫輝くんゲット、奥平さんベスポジありがとう、と一緒に感動を共有する声が響き渡ります。悪天候での観覧も、紫輝くんの笑顔によって華やかさを帯び、ファンたちの心には晴れやかな気持ちが広がっていました。その一方で、外気温はまだ10度にも満たないが、 小雨が降る中、大勢のファンが寒さをものともせず、デジタル大学の広告の前に立ち、彼の姿を鑑賞した。というシーンは、まさに紫輝くんの人気の証であり、彼のファンたちがどれほど熱心で愛情深いかを物語っていました。日曜日にもかかわらず、多くの人が写真を撮り、通行人が振り返り、平野耀の存在に興奮していた光景が広がります。やっと紫輝くんを見に行けましたという声が、 ファンたちの喜びを表しています。写真を撮ることで、その瞬間を永遠に刻み込みたいという思いが伝わってきますが、それは同時に紫輝くんの存在がどれほど特別で、価値あるものであるかを象徴しているのかもしれません。デジタルハリウッド大学の広告の前で繰り広げられたこの出来事は、単なるアイドルのファンイベントを超えて、コミュニティ全体に与える影響に焦点を当てるべきです。 紫輝くんの笑顔が人々を幸せにし、共感を呼び起こす力は計り知れません。それだけでなく、彼の存在がファン同士を結びつけ、共有した感動が新たな友情やつながりを生み出しています。こうしたイベントは、単なる娯楽の枠を超え、コミュニティにおいて新たなつながりを築く重要な役割を果たしているのです。先輩としての紫輝くんが振りまく笑顔は、ファンたちにとって励ましや支えになっていることでしょう。 彼の存在は、単なるアイドルファンとしての喜びだけでなく、共感や励ましのメッセージを受け取る上としての役割も果たしているようです。デジタルハリウッド大学の広告の前で見せた紫輝くんの笑顔は、単なるアイドルとしての側面だけでなく、彼が持つコミュニティやファンとの結びつきを象徴しています。ファン同士が感動を共有し、彼との瞬間を刻み込むことで、この出来事は一つの共同体の形成に貢献しています。 最後に、紫輝くんの存在がもたらす喜びや感動は、単なる娯楽以上のものです。彼の笑顔が広がり、ファン同士が交流することで、コミュニティ全体が豊かで多様なものになっていくことでしょう。外気温が寒い日でも、その笑顔に包まれた瞬間が、ファンたちにとって特別で温かい思い出となることでしょう。